ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はビートたけしオールナイトニッポン村田秀夫コーナーについて触れてまいります。ネタ切れで即終了という浮き目にあったコーナーは世の中に数あれど、ネタがありすぎて困ったという逸話を残すコーナーはこの村田秀夫コーナーを置いて他にないでしょう。ステーキハウスで肉の焼き加減を聞かれた村田先生は、レアになさいますか、ウェルダンになさいますか、うん、俺はカルビだ。大の甘党で有名な村田先生、砂糖とミルクをガンガンに入れたコーヒーを一口飲み、うん、コーヒーはブラックに限るね。ある歌番組で南春雄が上手、村田秀夫が下手となったところを、なんで南が上手で俺が下手なんだ。あまりにラジオで自分をバカにするたけしにとうとう腹を立てた村田先生、おいたけし、お前いい加減にしろ、俺の神経はなバリケードなんだよ、芸人と歌手じゃなジャングルが違うんだよジャングルが。しかしいつの間にかたけしと仲良くなった村田先生、ついには栄養ドリンクバイオミン X の CM で共演をします。バイオミン X の撮影にもかかわらず、先生は付き人に、喉が渇いた、うん、オーナミン C 買ってこい、夏はオーナミン C に限る